いよいよ来週ですね。来週ですか。ね、抽選会、うん、ワクワクする。素敵なプレゼントですね。そうそう、はい、だってあのハーネス、うん、6つ6つですよ皆さん。すごいな。あ、そうなんだ。そう、6名に当たるってこと。そうそう、ハーネスが、ハーネスがね、うん、期待してくださいね皆さんね。ほとんどの人当たるんちゃうね。え、うん、いいね、うん、はいはいはい。でここからはですね、はい、みんなの投稿のコーナーです。はい、今日も皆さんからたくさん投稿が来ています。ありがとうございま す, いますでは順番にご紹介していきたいと思います。はい、まず最初はひろうささんからの投稿です。新しいね、うん、新しい方です。ひろうささん見てますか、参加してくださいなっちゃって。はい、うさぎの名前はゆきちゃん、はい、2歳5ヶ月女の子、ネザーランドドワーフの、ヒマラヤンですね。うん、うさぎのしっぽ横浜店出身。ここがちょっとびっくりしたの。うさ歴30年。すげえな。ちょっと一瞬へっと思ったでしょ、うん、でも通算6匹目のうさですってことで、そういう意味ね。全体として30年ってことは、ひろうささんはいくつから飼ってるんでしょうね。あ、何、30年生きてると思ったの。それはギネスもんじゃない、さすがに。うん、とりあえずゆきちゃんです。見てみましょう。うん、はい、おう。え？白いよ。あ、そうなの。あ、本当だ本当だ。これすごい、さっきと全然違うね。びっくりした。何、白うさって反応してるけど本当だ、お耳のところがちゃんと鼻のところもそうだよね。お鼻と耳がすごい、白うさ好き、黒うさ好きがねそうね。あー、寝てる寝てる。今こんな感じだよね、ちょうど陽気もいいし。なんかハイジにこんなヤギなかった先輩、ね、あ、これ雪だよ、うん、いいね、また雪がよく似合うね。あ、ヒマラヤン、どこなんだろう、横浜か、うん、多分そうでしょう。うーん、はい、広瀬さん30年ってことはいくつなんだろうね。いやだからさ、いくつからさ、30歳ってことだよね。0歳から買ってるうーん、あ、そうなのかな。そうなのか、祈りたいの子かなって。うん、そうなのかしら。あ、サマンサですってねえ、綺麗じゃ。そっかそっか、どうなんだろうね。うん、ひろうささんからでした、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、萌えちゃんのパパからの投稿です。はい、萌えちゃんのパパです。はい、今日は、IQ チェスの特訓をしている動画です。とうとう来たね。いつになったらやれるのやら。ってことはどういうことかしらおぼつかないのかな、どうだろう。あ、ママ太郎さんって、サマサちゃん知ってるんだ。あ、ママ太郎さんだ、うんお、なんか呼んでるよ、こっち見てって。特訓中？おお、ゴジラじゃんあ、でもさ、触ったよ今、あれに、チェスに、ちょこっと。なんか、あらの方法を見てるけど、一応、あ、あ、この音楽はいいんだで、今、加えたよ、一応。特訓してなんとかなるもんなんかな、わかんない。でも、なんか、もう飽きちゃったかなあれ、飽きっぽいのかしら、萌えちゃん。でも一応ほらほらほら、あ、下にあるからか。さっきのだってさ、 IQ チェスのコマーシャルの子さ、動かしてたもんね、あれを。すごいな、萌えちゃん頑張れあ、萌えちゃん食べるだけかあれあのちゃんとパパ、今度あの声を入れてくださいよ、こうやって指導してるっていうところをね。あそうするともっと臨場感があって。どうする、無言だったらこれもう入ってる状態だし、怖いことない、それこうやってこうやって無言でやってるの。そう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 、ありえないよ、絶対声出してるよね。いや、あながちないとも言えないです。そう、出ちゃうよ声、もえちゃんここって言ってここだって、はい取ってってあら、あ、なんか特訓中とさ、あの、巨人の星しか思い出さんのやけど、今日はもう少しやれましたって、取ったのかな、それ。
撮りました、まあ、しばらくちょっとあれだね、そうそう続編求めて手で開けれるようになるまでね、それはすごいよね、できるようになったみたいな、それすごい、それきっとさあれだよ、あのいろんなところで話題になっちゃう、そんなことできちゃったら、うん、うん、無理だと思うけどまたまた、まあ、でもまたよろしくお願いしますね、はい、お待ちしてま す, います。はい、では続きましてニコさんからの投稿です。うさぎの名前みかんちゃん、メスネザーランドドワーフ1歳5ヶ月、皆様こんばんは、まあ、みかんの飼い主ニコです。ほう、先週告知のあった博多の白うさぎさん主催の散歩会に参加させていただきました、うん、場所はちょっと遠かったのですが、初めてお会いした方やお久しぶりな方、そして可愛いうさぎちゃんたちにも会えてとても楽しかったです、少し撮った動画と画像を編集しましたので送ります、見てくださいということで、さっきみかちゃんおっちっこしてたけど大丈夫かな今撮ってないってパパダメじゃん晴れ、あーすごい、あ、何あんなのあるんだ、すごい、いろいろあるんだね、散歩グッズかしら、おお、あ、後ろの方にウサバイクが、ウサバイク乗るのあれ散歩会の様子待ってましたって、おお、お揃いの洋服着てるよ、本当だ、おお、あ、この子はライオンちゃんかしら、ふわふわしてサークル持参だったって、そりゃそうじゃない、ね、うん、サークルだよ、え、どういうこと、あれでしょ、うん、そりゃそうじゃない、だって公園に置いてないもん、あ、持参なんだ、うん、え、すごいね、あれ、うん、背中持つんだよ私やったことないけど、あ、いちごちゃん、え、じゃあどこ持つの、持ったことないもんすいません聞いてごめんなさい本体ちゃん、あ、リリちゃん来た、うん、これ開口一発、あ、そんなことない、忘れてたか、お尻が開口しちゃったと思ったよ。ボンちゃんだって。ボンちゃん。うん。ヨモギさんです。あ、お尻がね。あ、大きいな。うん。おとなしく抱っこされてるな、これごめんなさい、あ、さっき言ってたのな、僕どうやって見るのあれ、何がちょっと向きが分からない、あーすごい伸びてる伸びてる、お耳が大きい、わー、お腹が、おー大きいね、大きい大きいね、ブラッシングのしがいがあるな、お、すごいな、すごい、なんかうさちゃんとは思えない今の、シュウ君、え、これうちのおかんって、どれ、え、どれ、さっきの赤い人みかんさん、ニコさんのお母さんといえばどうも、あの海を思い出すね、あ、みかんちゃん一人で泳いでたな、夕暮れの時にな、抱っこしてた人だって、あー、そうなんだ、うーん、あ、ウサバイク、このバイクはまさかお母さんのじゃないよねどんな気分美味しいです。なんかお散歩会日和って感じですね。ウサバイクじゃない、芝バイクだったんだ。芝さんのバイク。芝さんのバイクです。そば食ってる。お蕎麦、あ、蕎麦の、蕎麦の実？ああ、あれ好きなんだ。ねえ、ニコさんのお母さん会いたいね。ねえ。なんかちょこちょことあの V にはね、ちょろちょろっと出ていただいてますけど。いっそのことを今度バーンと、うん、デビューしてください、ね、はい、ありがとうございました、楽しそうだね、うん、いいですね、なんかちょうど、ちょうどいい感じの陽気だし ね、またぜひ、うん、はい、一緒に見てますって、はい、お母さんも、お母さんいそのはい、ありがとうございました、はい、
では行きましょう、続きまして、はい、博多の白うさぎさんからの投稿です、はい、なんでどうしたんだ、あけみねーしゃん、うさぎ先輩、うさめぶの皆さん、こんばんは。こんばんは。まだ昼間は暑いですが、朝晩はめっきり涼しくなりましたね、はい、むしろ寒いくらい、うん、寒いな、うん、先週報告した通り爽やかな秋空の下、後期初のお散歩会を開催しました。先ほどね、はい、いちごの散歩デビューというよりお外デビュー、あーなるほど、そっか、初めてだったんだ。いちごは固まってしまうのか、それともガンガン走り回るのか、とても心配でした今回はいちごのお散歩の様子を投稿します、はい、今回の見どころ、いちごは固まってしまうのか、それともガンガンバイクで走るのか。さっきチラッとチラッといちごじゃね、映ってましたね。バイク、すいません、走り回るのかああびっくりした、はい、すいません、お願いします。アニマルコミュニケーション、なんだ、お、初ですね、うん、ピョコンピョコンって固まってないね、うん、とりあえず今動いたよ、うん、お、ちょっとなかなかアクティブじゃん。いいじゃない、うん、おお、いいじゃん、ほらバイク行くでしょ、バイクあれさって乗るからね、あれ乗るのかな、うん、ってひらっとね、そう、動物さんとお話しします。あ、するな。うん。うん。お、iPhone からなんだっけ。あ、そうなんだ。うん。あ、だからずれるっていうことね。これ、ね、バイクでしょ。本当だ、バイクと話。これ乗り去っていくからさ。そっか、先輩もバイク好きだもんね。ね。うん。え。ニコさん、みかんと話してみたいです。私だってしてみたいよ。みんなそう思ってんじゃないきっと。お、結構すごいじゃん。あれだってハーネスさ、話してるよね。話してあるよねきっと。すごい。初めてなのに疲れましたって。家に帰ってあんな感じ。楽しかったんだねきっと、ね、お疲れの様子、なんか子供がさ、あの、遠足行って帰ってきて疲れちゃいましたっていう感じじゃない、きっと遊び曲がってね、ね、次回の予告がある、次回予告暑いね、あ、散歩風景だって、うん、いいですね、はい、次回も期待しましょう、はい、はい、では続きましてはですね、コズコズさんからの投稿です。なんで笑うの、なんで笑うの、いやいや、そこで笑うとこ、すいません、コズコズさん見てるかな、コジコジってした、え、コズコズさん、ね、コジコジ、はい、なんだそりゃ、うさぎの名前マロくん、うん、オス、ネザーランドドワーフ、うん、マロは人参や大根、カブなどの葉っぱが大好き、うん、切り口を水につけておくと葉が出てくるので、人間が料理に使った野菜のくずを発芽させ、マロのおやつにしてます。すごいね、すごいね、うん、いたずらされないようにフェンスでガードしていたのですが、向こうに美味しいものがあると知っているマロに盗み食いされてしまいましたっていうことで、うん、マロくんです、うん、どうぞどうぞ。本当だ、ウサビッチがいない、ウサメッチだけどあ、これがマロくんだ。なんかあのコクちゃんに似てない？うん、今復活しました。おあれかな？なんか覗いてる。あそこで一応あのガードしてるんだ。どうやっていくんだろう。なんかやってるよガリガリ。登っていくのかな？そう。あれぐらいだったらピョンピョンって飛んじゃうかな。ちょっと無理っしょ。あ、でも探して。乗り越えれそうな。なんかね。あれじゃない？すごいね。あそこにあるもん、ほら。うん、だと目の前にあったらそりゃそうだよね。うん、あの、あれ何、ああやってつけとくと出るの？芽が出るの？あれどう？ちょっと言って書いてあったよ。発芽するんだって、お水で。あ、頭いい、この子、すごい。やったね。うん、すごいね。すごいな。見えとるでな。うん。ここです。ここにいます。います。お疲れ様です。すごいですね、はい、コズコズさん見ててくださいましたかね、根が出る、うん、すごいね、しっかりちゃんと食べて、あの子、うん、
頭いいな、うん、コズコズさんそこかいそこなのかい見とれた、はいはい、今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございます、はい。